どうも、ラタクです。今回上野に来ました、今回一人飲みです。今回紹介するのがこちら。いや、ここさ、たまたまこの間上野歩いてる時に見てたんやけど、めちゃくちゃすごくて、めちゃくちゃ安くてさ、このカル飲みセットってやつ550円なんやけど、5缶プラスドリンクつくっていう。しかも生ビール OK やし、これ以外でももうお酒1杯250円とかで安っみたいな、なんか最近できたっぽいんやけどさ、っていうのがすごい気になったんで、今日ここに行ってみたいと思います。ということでね、店内はこんな感じになってて、壁一面にネタがいろいろ書いてあったり、あともうカル飲みセットの推しがすごいっていうね。でドリンクはこんな感じになってて、まあ250円と。でソフトドリンクは200円、味噌汁160円とかであります。でお寿司も160円均一で、めちゃくちゃいろんな種類あるっていうね。めっちゃ多ない。とりあえず最初は生ビールでいかしてください。もうね、この日このために全然お昼食べてなくて、飲んでもいなくて、だからもうほんま寝起き一発目の水分みたいな感じ。めちゃくちゃ染みた、これこの顔な、めっちゃうまかったんよ。いや、もううまい言うてるけど。でとりあえず今回はカル飲みセットを頼みに来てるから、まあ一旦カル飲みセット注文しました。でもここさ、ほんまアナゴとか馬刺しとかアイガモとか、まあ、他にもトロサーモン、これは1貫やけどあったり、まあ、他にもサーモンクリームチーズっていうのもあって、これ全部160円均一っていう、結構安いよね。であとカル飲みセット、つまみをは握りやって、握りじゃなくても大丈夫でした。なんでお刺身でも OK って感じだね。これこれこれ、まあお寿司全部刺身できますっていうね。でカル飲みセット来ました。マグロ、サーモン、イカ、エビで、ブダイ、よく言えた。いや、これマジ、これお酒ついてこれで500円いいんですかっていうので驚いてる時の絵。いや結構こう安いから小ぶりなんかなとか思ったけど、全然そんなことなくて、まあ、1個でかいし、あと肉厚やしっていう。でいやこれね、まあ、やっぱりお寿司といったらもう俺はもうガリが欠かせんから、まあ、ガリちょっと多めにとって醤油垂らして、このカル飲みセット堪能していきますと。いやサーモンもね、これまあ動画で見たら伝わらんかもしれんけど、思った以上に分厚くてもう安定の美味しさだった。でここをほんまネタ全体に言えることなんやけど、もう基本的に全体的に分厚くて、なんかこの500円やけどすごい満足度高かったね。でこのこの日何も食べてないから、こう幸せそうな顔ね。まあ一発目に食べるご飯やからな、まあそれはうまいわな。でビール流し込んでいくっていう思考ですね、これは。で、次がって言おうと思ったら、そうか、ここでそう、視聴者さんと会って、こんなお昼にまさか言い張ると思わんかったんやけど、まさかの視聴者さんがいて、で俺普段カメラのこと2人で撮ってるのに、こんな1人やから視聴者さんの人も、え、撮ってるんですかみたいな感じで、で俺もなんか逆に気まずくてさ、まあでも、あ、ありがとうございますっていうのでちょっとこう雑談してる時やね。いやまあでも気軽に声かけてくれたんで、あのそれは良かったです、ありがとうございましたっていうので聞い取り直して、次紹介していこうかな。次が何だっけ、あ、チャフは一回、そっか、ガリを食べたよね。そう、一旦まずちょっとお口直しして、で次イカに行きますと。イカはね、もう特に言わんでもいい、あのみんなが想像するあのイカやった。でまあもう安定して美味しかった。だからね、もうやっぱね、空腹の時ってね、何食ってもめちゃくちゃうまく感じるのよ、うん、でこれをビールで流し込んでいくっていう、やっぱね、空腹ってマジ最大の調味料やなと思うわ。もう一瞬でこれビールなくなるっていうね。はい、会員です。早かったな。でまあさすがにね、一杯じゃ終わらんから、まあ、もう一杯注文していこうと思うんやけど、次はさすがに俺の贅肉事情が最近ちょっとやばいので、ハイボールにしました。そうなんよ、動画でも何回か言ってるけど、ほんまに飲みすぎて太ってきてるんよねっていうので、ちょっと気持ち気をつけてますよアピール、ハイボールで。ただ正直ハイボールで満足できるかって言ったら、ちょっとどうなんやろうって感じではないけど、ただまあやっぱ炭酸バチバチに効いてて、うん、美味しかった。やっぱり別にハイボールは好きやからね。はい、で次ブダイ。いやこのブダイね、俺このカル飲みセットの中で一番好きやった。まあその肉厚っていうのがもちろんないけど、ブダイ食べた時のあの弾力めちゃくちゃすごくて、でもうシンプルに美味しいよ。これね、必死にこの厚みがやべえ厚みがやべえってこれ主張してないけど、めちゃくちゃ美味しかった。今回はこれ握りで食べてるけど、酒飲む人はね絶対刺身でも食べてみてほしい。めちゃくちゃ美味しかったから。いや お酒とめっちゃ合うよこれ。まあよかったらブダイ嫌いじゃなかったら食べてみてください、うまい言うてるわ。で次がエビね。もうこれはね、特にそんな言わんでもいいんじゃないからっていう、もうみんなが想像する、あのおそらくちっちゃい時に食べたであろうあのエビ、もうシンプルにね、もう美味しかったけど、ただちっちゃい時と何が違うって、ちっちゃい時はソフトドリンク飲んでこういうお寿司食べてたのに、このエビ食べた後にお酒を飲んで
流し込むっていうのがちょっと違うよね。年取ったなと、大人になったなと思う瞬間だけど、もうハイボールも言うて進む進む、でもこれ開けてで2杯でね終わらないと、全然軽く終わらんっていう、まああるあるやけどっていうので、3杯目おかわりするんやけども、はい、すいません皆さん、贅肉事情がどうのこうのとか言いましたけど、ビールに戻ってきました、すいません。で、これ手前が小肌で奥が馬刺しで、今回は刺身にしたんで、それぞれ2切れ2切れで、160円160円って感じです。でビールね、いやハイボール縛ろうかなと思ってたんやけどね、やっぱりビール飲みたくなるよね、うまい言うてな。で、小肌に、まあわさびちょんちょんとつけて、食べるっていうわけなんやけど、まあ軽飲みセットで握り食べたから、まあ一旦もう次お刺身でいいかなっていうね、刺身にしたんやけど、これはね刺身も正解やった。握りの小肌も確かに美味しいんやけど、刺身の方が食べた瞬間に口の中にこう広がる小肌のうまみっていうのがこうダイレクトにすごい伝わってくるんよね。めちゃくちゃ美味しかった。いやここねマジでお酒好きな人は来た方がいいよ、おすすめ。まあお腹減ってる人は握りでいいけど、ほんまに単純に酒飲みながら刺身食べるってだけでもめっちゃいい、最高言うてすごいうなずいてるけどこの人。いやほんまにここね良かった、グッドっつって。で、次馬肉ね。いやなんか馬刺しってさ、あんまりこう回転寿司で食べるイメージないなと思って、でも160円だから今回頼んだんやけど、めっちゃ美味しそうじゃない。でこれがうまいんよな、その、まあ、馬肉ってやっぱり甘いんやけど、やっぱその肉特有のあのちょっと力強さがあってさ、それをこのネギと生姜で中和するんよ。見てこの顔、なんなんこの顔。いやでもねマジで美味しかった。いやしかも馬肉160円で食べられたら全然いいよなっていう、もう幸せそうに、それはもうビール進むわなって感じで。てか動画見てるとお酒飲みたくなるな。今緊急事態宣言で酒類提供禁止のお店も多いし、自分が行きたいと思うお店も休業してたりするし、早く飲める日常が戻ってきてくれたら嬉しいなとか思うけど、ちなみにこれは緊急事態宣言の前に動画撮ってるんで、あの酒類提供してるんですけど、多分今はお酒が提供されてないです。まあその辺はちょっとググってもらいたいんですけど、おそらく提供されてないです。早く戻ってほしいね。でまあビール飲んで、次がそう、ここでまだちょっと食べたりひんなと思って、でもう少しだけ注文したんやけど、なんかしめ鯖ってよく俺食べるんですけど、ここ焼き鯖っていうのがあって、何焼き鯖っていう、焼き鯖の握りって珍しいなと思って、でそれは気になったんでそれにしたんですけど、これその焼き鯖っていう、まあシンプルにその鯖の上に大根おろしが乗ってて、ポン酢がかかってたかな、で食べるんやけど、まあもちろんやっぱりしめ鯖と違ってお酢がその使われてないから全然酸っぱくはないのよ。ですごい食べた感想が甘っていう感じあって、すごい甘いサバで、顔がうぜえそうめちゃくちゃ甘かったんやけど、その上の大根おろしとポン酢のおかげですごいさっぱりしてて、なんかめちゃくちゃうまいわって多分今言ったんだと思うけど、でこれをお酒流し込むと今までいない新感覚でしたね。なんか確かに焼きサバの握り寿司ってあっても良さそうで、でも確かにあんま聞いたことないなっていうのですごい新鮮でした。で最後1缶と残り少量ですけどこのビールで流し込んで終わると思います。いやこのお店はね結構魅力的やったよ。他にもいろんなお寿司のネタがあったし、まあ、正直今回紹介しきれてないのたくさんあるし、もう左のね後ろとかナマコ酢とかなんかわさびナスとかそういうのもあったりね。いやすごいね魅力の詰まった回転寿司屋でした。お酒好きはハマるんじゃないかな ということで、まあよかったら行ってみてください。この辺でお会計にしたいと思います。ということで行ってきたけど、めちゃくちゃ安いわ。いやしかもまあ一個一個のネタすごい分厚いしすごい美味しかった。今回のそのカルノミセットに関しては、まあ一応550円っていうので一人一回じゃないと注文できひんのかなと思ってたんやけど、あれ何回でもおかわりしていいんやって。最高あのカルノミセットを、5回おかわりした人もいるらしく、まあ、コスパいいからね。ただまあ出てくる握りもしくは刺身っていうのが、固定してるから、まあいろいろ楽しみたいんであればとりあえずカルノミセット頼んだ上で、他のやつ頼んだらいいんじゃないかなと思うけど、ごめん工事してくるさい。店長さんもすごいいい人やったし、すごい良かった。めっちゃ良かったわ。まあなんで上野来たら良かったら来てみてください。以上、なだかでした。